毎日同じ景色の中生活をして、毎日便利な生活に不満を探して、同じ繰り返しの中新しいことができればと夢を描いて、久しぶりにキャンプに、小さな光、小さな灯火。I can hear a different song.
はい、山宏です。お久しぶりです。夜遅かったんであんまり喋らないようにちょっと動画だけ流させていただきました。2ヶ月ぶりのキャンプで久々にキャンプしに来ております。こちらのランタンからのご提供の動画になっております。本当今回はもうミニマムな感じでコンパクトにまとめたキャンプスタイルで、明日の朝にはもうすぐ撤収するので実際寝に来たっていうだけのキャンプになります。明日がお昼からワクチン2回目の注射なので、まあその夜だけちょっと楽しみたいなと思ってもう久々に来たんですけど、今回この動画を作るにあたってご提供していただいた会社のご紹介をさせていただきたいと思います。流れる時に幕開けで販売されると思います。それがこちらです。真鍮のランタンです。最近はもうこういうレビュー動画っていうのはあんまりお受けしてないんですね。共感できた部分が結構あって、僕も真鍮好きなんですよ。このベルクラウド、うちのブランドのベルクラウドも真鍮ですし、月火テーブルとかも全部真鍮できてるし、そういった中で真鍮のオイルランタンずっと欲しいなっていうのは思ってたんですよ。でなんかいろんなメーカーがあるので、なんかどれ買おうかなと思って見てた時に、今回こちらがご紹介してほしい、幕開けでクラウドファンディングでするので、まあ、ご紹介してほしいっていうことだったので、これは本当機械的にいいなと思いまして、でうちも焚き火台クラファンしていろんな人にご紹介していただいて、すごい本当ご紹介していただけるっていうことはすごい光栄だなと思って、なんか僕も協力したいなと思って今回クラファンのこのオイルランタンをご紹介させていただきました。まあ、こちら特徴としたら、まあすごいコンパクトで、まあこちら作った製造の方がバイクとかでも持っていけるっていうコンパクトさで作られたっていう感じです。まあなんかすごい手作りらしいですね。一番のポイントって言ったらもう全部オール真鍮っていうところなのかなと思います。これだけがメインの明るさでいくっていうのはちょっと難しいと思うので、こういう小さいテーブルにポンと置いてしっとりとした気分になるにはすごくいい雰囲気をこう出してるなとは思います。とこの辺は結構あったかくなるので、先ほどの虫入ってないかな、コーヒーをここに置いとけば結構あったまるぐらいのあったかさはあります。ちょっと今やけどしたぐらい暑かったので。こちらのオイルはレインボーオイルを使ってくださいっていうこと で、僕レインボーオイルって何か知らなかったんですけど、特徴を調べると引火がしづらいんですって。100度ぐらいからの引火なんで、確かになかなか火がつかなかったです。なんか それがどういうことかっていうと、安全っていうことです。すぐにパッと引火しづらいオイルってことなんで安全っていうことと、あとはすすがつきづらいので、このガラス面があんまりこう黒くなったりっていうのがしづらいっていうのが、まあ、特徴であります。あとはなんか色がね可愛い、これを入れててもおしゃれっていうのがまあいいかなと思います。まあ、まあこういうのも知っとけばいいかなと思います。レインボーオイルです。まあ真鍮なんで劣化を楽しんでいく、空気に触れて色が変わっていくのをまあ永遠楽しんだりとか、こうピカピカでピカピカを楽しむっていうので、まあ、ピカールとかで磨いとけば、まあ、半永久的に壊れるものではないのでずっと楽しめるのかなとは思います。どうですか、なんか雰囲気いいでしょう。拭いたら消えました。まあデメリットは何なのかなっていうことを考えた時に、結構いい部分でもあるんですけど重量感がすごいあります。まあそういう分でも結構コストもかかってると思いますんで、すごい重量感もあって重たさも出てるけど、それがそれでまた味となっておると思います。まあ、こちらの商品は幕開けで、ただいま販売されておりますので、よかったら概要欄貼っておりますのでぜひチェックしてみてください。僕は結構ね気に入っちゃいました。本当におすすめできるので、また、まあ、見るだけでもいいので幕開けでぜひ見てください。一応うちでベルクラウドとかもマジックテーブルとかも Amazon で出てるんで、そちらも概要欄の方に貼っておりますので、こちら幕開けの方も概要欄に貼ってますので
全部チェックしてみてください。ではお腹空いたのでご飯食べます。もうただいま12時です。美味しそうです。でバターもバターコーンですね。幸せ。ただいま夜の12時半でございます。こんな12時半にこのご飯を食べていいのかと思ったもうね今日いろいろとやってしまったんですよ。キャンプ2ヶ月ぶりやからね。まず1つ目、三脚です。僕らに対してすごい重要なんですよ。三脚なかったら動画も何も撮れない。一番致命的やったのは焚き火台ですそれを楽しみに来たんですね。焚き火をしたくて来たのに焚き火台忘れるってありえますか。手に取ってたんですね。 これこっちでいい、これじゃなくて、うん、いや焚き火台忘れたらちょっとショックですね。本当にショックや、うん、かっこいいのを撮りたいっていうのをすごいめっちゃいろいろプラン考えてきたんですけど、三脚はない、焚き火台はない、何もできません残念ながらそういう結果になりましたけど、まあ、ほんとこれはね、かわいい。こうやって、このミニマルワークスのこの台にめっちゃ合う、めっちゃかわいいですよ。めっちゃ美味しいし、スープも美味しい、幸せですよ。やっぱこうやってキャンプはキャンプでいいなね。登山でテント泊はするけど、やっぱ楽やな、登山より飯がうまい。今日のポイントは何ですか。夜中でもパッと作れるスタミナ料理。スタミナ出る。スリラチャの赤添えってやつですね。なんか名古屋ベイね。コストコに行ってるの。スリラチャの赤添え。これはうちに青木社長。もらったんですけど、めっちゃ気に入って使ってます。もうなくなるので青木社長お代わりお願いします。なんか自動販売機で売ってるみたいですよ。これを入れることによってちょっとピリ辛になっていいですね。ということで寝ます。食べる。これちょっと入れてみてください、これをちょっと混ぜる、美味しいやろ。もうそれだって加えすぎたわ。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。2回目。おはようございます。ただいま7時42分になります。こちらちょっとね遊びで作ったんですけど、トレックテーブル、マジックテーブルの真ん中板になるんですけど、でこちらブラックのテーブル仕様になってます。はい、もう一個お知らせがあって、僕結構カメラ好きでいろいろカメラのことやってるんですけど、
こちらあの K&F さん、僕結構 K&F さんからの商品ご紹介してるんですけど、なんでここがいいかって言ったら安いんですよ。とりあえず僕とかもこういう備品系っていうのは極力安く低コストでいいものを使いたいっていうところでは K&F さんがとてもおすすめで、いつもご紹介させてもらってます。僕三脚とかも結構愛用してて、フィルターも結構最近も K&F さんばっかりなんですけど、ご提供なんですけど、全然おすすめできるからあの商品紹介させてもらってまして、今度はあのマグネット式の ND フィルターとか CPL があの発売されるんですね。発売されたかな、発売されました。でどういったものかというと、カメラ側に磁気のタイプのものをこうつけてあげて、で今これでカメラ側に磁気のものがついてるんですけど、こういうふうに、これ今 ND フィルター64なんですけど、こうやって磁石でパッてつくので、この ND フィルターとか CPL とか僕も登山してるんですけど、このつける回すっていう作業が面倒くさくて諦めることが多いんですけども、これやったらこういうふうに脱着が可能なんで、まあ ND フィルターを使うときは基本的に動画だったりっていう場合が僕の場合は多いんですけど、例えば川の写真を撮ろうって思ったときに、その時だけ ND フィルターが必要なんで、それ以外 ND フィルター使うちゃうと画質が劣化したりするので、その時だけにパッとつけて撮るっていう部分では、こう ND フィルターとか CPL とかっていうのを対応する方にはすごくおすすめな、こういう磁気系最近流行ってはいるんですけど、想像以上に結構しっかりしてて、なんかめっちゃ良かった、めっちゃいいですね。ただちょっと川が近くにあるので、この ND フィルターを使って、せっかくなんでカメラ講座をしたいと思います。川のところにやってきました。これキャンプ場のすぐそばになります。でちょっとね、今日三脚忘れてたんで、なかなかちょっと川の写真難しいんですけど、まあ三脚持ってるやんって思われるんですけど、三脚のネジがないので、もうただカメラを上に乗っけるだけというちょっと恐怖な撮り方をします。 ND フィルターを使う時っていうのはシャッタースピードを落とすためにします。シャッタースピードを落とすとどういうことかっていうと、水の流れが波のように綺麗なようにせせらぎの感じのように映るっていうのが目的として、シャッタースピードを遅くして撮ります。せっかくなんでやってみましょう。まあ、こういう時に脱着が簡単なこういう ND フィルターっていうのは最高です。で、手前の、石をまあポイントにしたいと思うんですけど、ちょっと角度がね変えれないし、手で持っとかないとダメなんで、ちょっといい感じには撮れないので、ちょっと10秒より5秒にさせていただきます。ちょっと ISO も400まで上げちゃいます。CPL も持ってきてるので、まあ、CPL を使うと、まあ、光の反射を防ぐっていうところで透明感を出せるんですけども、ちょっと移動します。先を撮りたいと思います。とりあえずさっきの ND フィルターを使って1枚撮りたいと思います。CPL がついてない状態になります。で、これを CPL をつけるとどうなるかっていうと、わかりますか、結構変わりません。こう濃く出るっていうか、反射率がやっぱり低くなる分色合いが出しやすい、まあ、こういうとこもそうですね。まあ、若干白飛びしてるのをこうつけてあげるだけで変わります。ない時ある時、ない時ある時、551の豚まんでした。はい、ない時ある時、全然こう緑が違いますよね。9時10分です。もう9時、ああそうな、
いやまあご飯食べたらもうやっぱすぐ帰らないとだからな。今日はなん、今日はなんです。なんと2種のカレーです。はい、ちょっとね朝からカレーとかちょっとこうちょっと昨日、うん、それは誰にもらったんですか。どれ、その帽子は。これは、誕生日プレゼントにコトミからいただきました。かわいいですね。そこはハローコモディティのベレー帽です。ベレー帽です。かわいいですね。はい、カーキです。カーキです。でコトミンはなんかベージュを買ったそうで、お揃いです、うん、お揃いです。早く山で一緒に使いたい、うん、なかなかなコトミンと合わないからな、うん、この前本当に久々にお店行ってね、うん、会って元気そうでよかった、うん、このピアスが富士登山の方があのハンドメイドで作られてるやつで、うん、なんかこれを買うと一部の金額があの山のために寄付されるっていうことで買いました。みたいで、でこの靴下は私がアンバサダーを務めているソックウェル。漏れておりますはい、漏れておりますフランマにアンバサダーとかしましたねご依頼が来たのでね、うん、でもその靴下はずっと前から履いてたやつやったから、うん、こんな風にボートできる朝はいいね。うん、愛着湧いてきた、うん、はい、今できました。今日はこの後2回目のワクチン注射なんですよ。やっとそれ打って完全に自由になります。ようやくの冬になってきたんで、そろそろキャンプにいっぱい行きたいと思います。その前に最後に紅葉の登山とかをちょっといっぱいして、うんうん、注射入れるの。え、注射が嫌。楽しみ。楽しみ、うん、いいね。後から熱出るのはいいや、別にいいね、うん、注射が嫌なの。あ、打たれるの、ね、そう、打たれるのが嫌なだけで。ということで、まあ、この後は早々に撤収してワクチンに向けて、明日熱出て寝込んで、でこれからはキャンプ三昧します。ということで今回のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました、まあ、今回ご紹介したこちら幕開けのランタンだったり、いろいろ紹介したやつも K&F さんのフィルターだったりとかっていうのも全部概要欄に貼っておりますので、はい、ぜひぜひチェックしてください。では今回のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまたの動画よろしくお願いします。バイバーイ。はーい。